はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、もう胃袋直撃油飯っていうですね、男飯というかですね、超簡単でがっつり袋に入る、レシピになりますので、ぜひですね、試してみていただきたいと思います。まずお醤油、これがね、大さじ1になります。はい、焼肉のタレ、大さじ1です。ごま油ですね、大さじ1になります。あとですね、お酢ですね、これが大さじ半分。あとですね、味の素です、一振りです。ここにですね、温かいご飯です。はい、こちらを入れていきます。で、混ぜていきます。よくね、絡ませてあげてください、ね。はい、本来はですね、公開しているレシピだとここにですね、卵黄を乗せて終わりなんですけども、今日はね、YouTube なのでちょっと特別バージョンいきます。名付けて俺の油飯スーパーデラックスバージョンです。まずですね、刻み海苔パラパラとしちゃいます。なんとさらにマヨです。で、卵黄ですね。ここにさらにですね、さらに追い油します。はい、ラー油です。はい、こちらでですね、俺の油飯スーパーデラックスエディションマーク2完成です。あ、ちょっとネギもテロップ入れる。ネギも入れました。はい、それではですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。僕は最初からクライマックスなので、卵黄は潰します。はい、こんな感じでとろけてます。これはカロリーの塊だぜ。いただきます。うまっ。はぁ、たまらんな、これ。油はね、世界を救う。ほんとうまい。あのね、これすごいんですよ。だってごま油、マヨネーズ、ラー油使ってた。なんて言ったの、この油の酸味があった、これすごいなと、思います。こんなに油使わなくていいんじゃないかって思うじゃないですか。でもですね、これがですね、もうえも言われぬコクをですね、作り上げててですね、で、さっきタレに入れたね、少量の酢がね、これをね、まあ、いい感じでまとめ上げてくれてるんですよね。もう全然くどさっていうのはね、ないです。これはね、これは罪の味がします。ぜひですね、皆さんカロリーの許す限りマヨネーズかけてもらった方がいいです。はい、ちょっとね、もうちょっとかけとけばよかったなっていう思います。こうマヨネーズかかったとこめちゃめちゃうまいから、なので、ね、ちょっと興奮気味になっちゃいましたけどね。これね、ほんと混ぜるだけで完成しちゃいますので、ぜひ皆さん、この油のこの酸味合体みたいなね、ゲッターロボ的なやつ、ぜひ楽しんでみてください。料理研究家リュウジはい、それではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思っていただいた方、ぜひぜひ、チャンネル登録、あと高評価よろしくお願いいたします。